iPhone16 Pro 購入しました。私が買ったのはこちらブラックチタニウムモデルですね。 128GB ずっしりとしておりますが、どうでしょう、指紋がよくつくと言われてましたが、ちょっとその辺も確かめながらやっていこうと思います。発売から1ヶ月ぐらい遅れましたが、ようやく私のところに届きました。今回購入した理由なんですけれども、こちら見てください。これハーウェイ P30 Pro というもので、これを使ってました。こちらは4000万画素、光学5倍ズーム、ズームしていくと10倍にもなるんですけれど、こちらをずっと使って、写真を撮ってました。まあ私登山が趣味なんで、いろんな写真を撮るんですけれども、年を重ねてですね、だんだんこちら一眼レフを、持っていくのも、重くなってきました。いい携帯電話である程度撮りたいなっていう思いが強くて、前から探してたというような感じですね。まあそうしましたらですね、こちら見てください。こんなことあるんですよ。一眼レフのボタンを押すところ、これが壊れたのが今年の月山に行った時ですね、山形に行った時にこうなくなっちゃいまして、という状態で、これキャノンの修理センター持って行ったら3、4万かかるようなことを言われて、という感じで今なってます。そしてその後、こちらの携帯電話の方なんですけれども、広角は取れるんですけれども、望遠が取れなくなったというようなところがあって、困ったなぁと思っている時に、友人がですね iPhone15 Pro を購入して使っていていいよなんて言われまして、それでまあもう思い切って買いたいなということで、9月に発売された、みんなの YouTube 見てたらですね、まあ素晴らしいので、まあこれで買おうということで買いました。まあ家の近くにカワセミが住んでて、広角望遠5倍やデジタルズームで25倍まで寄れるので、まあ、そんなのも撮ったりしながら趣味を楽しんでいこうかなと思っています。まずは開封の儀どうぞ。はい、こちらアップルから送られてきたものを開封しようと思います。じゃーん。さあ、この状態でなんか壊れちゃう人がいるっていうのを聞きましたので、こちらですね、 iPhone を購入してしまいました。ちょっとなんか重いなという感じですけども、開けてみましょう。じゃーん、おおほほほほほ、 iPhone 来ましたね。今ね SE で撮影しております。 SIM ピンと配線が入ってますね。 Type-C でしょうか。ちょっとめくっちゃいましょう。こんにちはが来ました。さあ設定していこうと思います。今回購入したのは黒色ですね、ブラックチタニウム色です。2024年の新色といえば、デザートチタニウムと、まあ皆さん YouTuber さんなんかはみんなそれを買ってるというような感じでしたが、実物をですね Apple Store で、まあ、見て、まあ、一番かっこいいのは私はこのブラックチタニウムだなというふうに感じてこちらを買いました。まあ、ご対面してみますと、おじさんの私にはやはり、失敗なかったのかなと思ってます。
あと指紋がつくと、言われてますが、なんかあんまり指紋がつかないんじゃないかなって思ってるのと、ここら辺のチタンの仕上がりですね。前回から、変わったチタンの仕上がりがかっこいいなと思っています。ちょうど同時にですね、こちら、Apple Watch の10も買ったんですけど、10の、ブラックチタニウムと合わせて、ちょっと所有力満たされる素晴らしいものを購入できたかなと思ってます。まあ、持ってみての感想は、まあ、ちょっと、まあ、大きめで、まあ、ずっしりと、まあ、重いなっていうのが第一印象。だけど、こちら使ってみると、すごく、画面が、ぬるぬると動くし、明るくて綺麗だし、まあ、これは素晴らしいな。あと、まあ、ベゼルがね、細くなったって言われる前を使ってないので、ちょっとよくわからないんですけれども、まあ、もう大画面ですごく満足しています。使ってみて感じたことの、まず、良かったこと。まあ、一つ目として、今お話した通り、画面が大きくて、明るくて、まあ、美しい。あと、二番目として、まあ、本当に、こちら動きがですねすごく良くて、まあ、ぬるぬるぬる動くっていうんですかね、すごくここら辺が、昨日 iPad mini が Mac mini が出ましたけれども、こんな感じで非常に綺麗に動く、まあ、A18 Pro チップのおかげなのかもしれませんけれども、すごく見やすくて、十分ですよね。そして3番目に、まあ、カメラですね、まあ、簡単に使用できて美しく、撮影できると。1週間使ったのでちょっといくつか撮ってきました。カメラね、この間丸の内の方行っていろんな撮影してきたので、その辺の写真をちょっといくつかお見せしたいと思います。この辺、お天気ちょっと悪かったんで、夕方の撮影とか多かったですが、撮ってきました。いや、マクロほんと美しいですよね、これね。こちら広角 13mm。これが広角5倍望遠 120mm でこんな風になります。素晴らしい。動画です。これズームどこまで行くか、やってます。結構行くんですよ。室内の撮影 と、夜の撮影、昼間の撮影はねちょっと曇ってたのでいまいちだったんですけれど、美しいと思います。4番目、バッテリーが長持ちしますね。もうモバイルバッテリー持ってかなくていいんじゃないかっていうぐらいバッテリーが長持ちします。あとこちらの iPhone からですね、今これ映してるのは iPhone SE で、撮ってますけども、SE の方にも、SE は電池がね切れやすいので、こちらから SE を充電するようなことも、できます。まあ、5番目として USB-C の端子が万能だと。まあ、今の話もそうですし、まあ、ここから高速でデータを送れるというようなところ。あと、まあ、しばらくするとスリープモードに入るんですけど、スリープモードになった後も画面が見える。まあ、これオフにもできるようなんですけれども、時計が見れたり、あと通知が見れたりっていうようなところが、すごくやっぱ良かったところかなと思っております。まあ、こんな感じで少し暗くなって、でこんな感じですね。こんな感じで、時間が見えて、いろいろ画面にいろんなものが、あと通知がこちら来てますよね。通知が来たり、あとこの辺もカスタマイズがこうできるような状況になっています。まあ、具体的に、まあ、画面サイズ、一番最初の良、かった点の一番目の画面サイズですけど、iPhone 16 Pro は 6.3 インチ。ベゼルレス化によって、15 Pro と比べて画面サイズが大きくなったと。ただ重さも 12g 重くなったということです。まあ、画面が大きい方が情報量が増えて何かと便利かなっていうところと、まあ、大きくなった理由の中にはおそらくバッテリー持ちが良くなる、
ことで、ちょっと大きくなって重くなってっていうところもあるのかなと思っております。あと、まあ、ぬるぬる動くことに対しては、リフレッシュレート最大 120Hz ということで、その辺がぬるぬる動く、まあ、理由なんだと思いますけれども、A18 プロチップが使われていて、全モデル A16 バイオニックチップでしたので、2世代、チップが上がっているということですね。アップルインテリジェンスに、まあ、向かってということなんだと思いますが、すごくいいものですね。まあ、それとやっぱカメラに関してですけれども、まあ、全モデルとの一番の大きな変更点は、超広角カメラの48、メガピクセル化と、あと 4K120Hz、の動画撮影、まあ、スローモーションで撮ったりするときに、すごく、滑らかな映像ができると。それとあと、レンズのゴーストの低減が、若干だけどされたということと、撮った時の動画ですね、マイクが良くなったというようなことみたいです。で、カメラの強化としては、こちらのボタン、押してもらうと、私は2回押して、このように映るように設定してるんですけども、カメラコントロールボタンを押して撮影ができる。で、あと、この通り、いろんなものがですね、こう、出てきたり、ズームができたりということで、まあ、ちょっと使いづらいようなコメントが、多く、まあ、出ておりますが、こちらでちょっと慣れていきたいなと思っています。このカメラコントロールボタン、やっぱりこう長押しすると動画がこう撮れて、外すと動画が止まるというような機能ですね。まあ、それと、カメラコントロールボタンの話ではないんですけど、今回こちらこう動画が撮っている途中でこちら一時停止っていうのが使えるようになりましたね。一時停止をして向きを変えて、またこのボタンを押すと一つの動画の素材の中で向きを変えて、使えるというような、そういう機能が ついております。はい、あとはバッテリーの駆動時間ですね。iPhone 15 Pro の時は動画再生が最大23時間だったのが、動画再生で、iPhone 16 Pro は27時間になってます。MAX はね、もっと伸びてるようなんですけれども、まあ、動画を再生しなければもっと使えるということなので、まあ、山に行ってもですね、1日半ぐらいは、使えるのかなということなので、場合によってはモバイルバッテリーの力を借りなくても、充電しなくてもいけるのかなということですが、まあ何かね、あるといけないので、山は絶対モバイルバッテリーが必要だと思っております。まあ、それと、5番目、USB-C のところはですね、USB3、最大 10Gbps に対応して、まあ、いるということで、16は USB2 で最大 480mbps に、対応ということで、まあ、スピードが速いというところでしょうか。そして、まあ、スリープのね、この通り使うときと、さっきのね、使っていないときも通知が見れたり、すると、まあ、この状態ですね。まあ、こういうのも、まあ、非常にいいなというふうに思っています。まあ、あと、個人的には、もうちょっと、まあ、いまいちだなっていうところは、やっぱり、まあ、普段電話なんかは SE で、まあ、使ってたんですけれども、重さですかね、199g ということで、ちょっとずっしり、まあ、重くなってますけど、iPhone 14 Pro のあたりからだと、チタニウム素材に iPhone 15 から変わってますんで、軽量化も、まあ、されておりますから、まあ、全く問題はないかなというふうに思っております。まあ、あとは、まあ、1週間しか使っていないので、ここら辺のボタンは今、消音ボタンに設定していたり、まあ、それが正しいのかどうかはちょっとよくわかりませんが、1週間使ってみての、まあ、感想として、今回お届けしましたが、ライダースキャナーがね、こちらついてたりするのも今回初めてなので、まあ、その辺も、楽しみですし、まあ、いろんな楽しみな部分もあります。あと、まあ、カバーやいろんなものも買ったので、そんなのもお届けできればと思っております。まあ、1週間使ってみて、本当に素晴らしい携帯電話
というよりは素晴らしいカメラが届いたなというふうに思っております。